バカ横の新しくした髪の色、ああいうおばあちゃんいるなって思うよね。では、楽しみでおざくとぼるです。さあ始まりましたニュースザフットボール。こちらの動画は世界中のサッカーニュースを私レオザフットボールが独断と偏見でランキング付けをしてコメントさせていただくといったそういった動画になっております。よろしくお願いします。では行きましょう。第5位。カンテは週末のマンチェスターユナイテッド戦も欠場か。不在の間チェルシーは6試合で11失点というわけで、はい、チャンピオンズリーグチェルシー対ローマ戦僕見ました。ここでですね、ローマに、ローマホームだったんですけれども3対0でチェルシー敗れてしまいました。やはりカンテの存在は重要ですね。このですね、カンテの不在を感じた部分に関してまず話していきたいと思います。中盤ですね、541、343のようなシステムでダブルボランチになりまして、ダブルボランチチェルシーはバカ横とセスクが組みました。このバカ横とセスクが組んだことによってですね、カンテのような、機動力を生かした守備はありませんが、ただセスクによるですね、カウンターの時の長いパスだったり、前線に飛び出していく時の攻撃の質ですね、足元のうまさ。そういったところはですね、非常に武器になります。この試合でも得点にはなりませんでしたが、このセスクからですねロングボールであわやっていうシーンはありました。ただですね、この中盤のですね、この組み合わせ、ここがですね、アザールとの連動っていうことを考えるとかなり負担になっているんですね。守備の時チェルシーは 3-4-3 から 5-4-1 になりまして、バカ横カンテ、このダブルボランチの両翼がですね、ペドロとそしてアザールになります。このペドロの方は結構守備に参加するんですが、アザールは戻らないことがほとんどですね。そうなりますと 5-3-2 のようなフォーメーションになりまして、中盤の3枚が結構動き回ってスペースをカバーしたりしなきゃいけないんです。なので結構セスクは批判されがちなのですが、かつてのセスクと比べるとかなり守備の切り替え早いですし、そういった面で頑張ってるように思います。ただそういったところ頑張っているせいなのか、セスクらしくないパスミスが目立つんですね。これよく言われることなんですけれども、衰えだったりですとかスタミナ面でですね、すごいしんどい試合を強いられると乳酸が溜まったりですとか、そういった疲れの影響でパスの精度が落ちてしまうんですね。なのでこの試合ですね、失点になったシーン3点目だったからそうですし、他のシーンでもセスクの、なんかですね、らしくないパスミスが多いんです。その辺でですね、カンテ不在の影響、守備でそのまま出るっていうより、守備から攻撃の切り替えの時に守備で頑張りすぎたセスクに出てるっていう風に、そんな風に感じました。あとは守備面でですね、普段の3バックと違ってケイヒルが右に置かれまして、右からケイヒル、ダビド・ルイス、リュディガーっていう風になったんですね。これによってか、もともと結構ミスするタイプなんですけど、ケイヒル結構右サイドでですね、連携ミスでパスミスとかありましたし、左サイドのリュディガーに関してはですね、2失点目ですね、あそこでいつもだったらしないようなですね、ボール見送って後ろから走り込んできたエルシャーラウィに、得点されるみたいなシーンもありまして、そういった選手の配置換えによって結構連携ミスとかが起きてるなっていう風に、そんな風に思いました。ローマの目線で話しますと、エルシャーラウィ素晴らしかったですね。攻撃面は当然皆さんが見ているハイライトのように素晴らしいんですけれども、守備面でもですね、ちゃんと、空いたスペース、サイドバックがですね、つききれない、後ろから上がっていくウィングバックについていったりですとか、そういったところで非常にですね、試合通して、水準の高いプレーを見せていたと思います。あとですね、チェルシーの場合、3トップと、そして両ウィングバックで、言っちゃえば、5トップみたいな形で攻撃する場面があるんですけど、ローマの場合は4バックですので、その辺で、単純に人数が少なくなりますね。ただ、この状況で、サイドにフリーの選手が、できまして、そこにね、ボールが入って、クロスが入るシーンになっても、ローマの守備非常に硬いんですね。この4バックが非常に連動してスライドして変にねギャップができたりとかしませんので、死角になってる選手じゃない、その後ろの選手がちゃんと見てあげてカバーをし合う、背中をこうですね守り合う関係になっていましたので、その辺ですねローマの守備組織しっかりしているなって思いましたし、そういったところで塞ぎきれなくてもちゃんとねゴールキーパーのアリソンがいて、特にですね裏に出てくるボール、センターバックのジェズスとファシオ、このマノラスが欠場してスピード面で難があると言われるセンターバック2人ですが、ここはですねモラタとかアザールが下がっていってついていったところにスペースができて裏出てきても、そこをですねちゃんとアリソンが塞いだりですとかカバーし合うようなそんな関係になっていまして、この試合ローマの守備すごく機能していたと思います。そういったところでチェルシーですね、カンテがいない時期っていうのは今後ね試合数が多くなると怪我も増えますので、この辺りどういった風に、コンテが対応していくのか、楽しみにしていきたいと思います。というわけでいきましょう。第4位、クリスティアーノ・ロナウドの再来をめぐりダービー勃発かというわけで、こちらですねゴンサーロ・グエです。バレンシアを見ている方にはおなじみですけど、今左サイドでですねカットインして素晴らしいシュートを決めたりですとか、フォワードとポジションチェンジしてペナルティエリアに飛び込んできたりですとか、クリスティアーノ・ロナウドと同じポルトガルですのでこういった比較されるタレントがいます。この選手パリリ・サンジェルマンから今ですね、レンタルでバレンシアに来ているんですけれども、ビッグクラブ移籍の噂がよく上がりまして、今はレアルとアトレティコがですね、こう争って獲得を狙うんじゃないかっていう、そんな話が出てきています。このですね、グエデス、本人自体はパリ・サンジェルマンからバレンシアへの移籍を希望しているんですね。これやっぱりパリ・サンジェルマンに行ってネイマールだったりドラクスラー、そういった選手たちがいる中で、こうチャンスをもらえなかったっていうところが、やっぱり大きいと思うんですね。その辺でやっぱバレンシアでこう試合に出れている喜びを感じているところで、ここできちんとしたですね、実績をつけて、ビッグクラブに行ってちゃんとチャンスがもらえる状況にしようっていう、そういった賢い判断だと思うんです。ただ、パリ・サンジェルマンに関してはやっぱりですね、ネイマール、そして来シーズンレンタルのね、ムバッペが完全移籍しますから、そういったところでお金が欲しいですよね、FFP の関係で。そうなりますと、このゴンサル・グエデスをですね、できるだけ高いお金で売りたいと。高いお金で売るんだったらバレンシアっていうのは、やっぱりですね、なかなかお金を出せるクラブではありませんので、レアルだったりアトレティコとか、もしかしたらグエデスまだバレンシアにいたいのにビッグクラブに移籍せざるを得ないみたいな、そんな状況が来るかもしれません。バレンシア見る方はですね、ぜひともこのゴンサル・グエデスのプレイですね、注目してみると面白いと思います。というわけで行きましょう。第3位。ベンゼマが自身を酷評したリネカーらを批評というわけで、元ですね、イングランド代表フォワードのリネカーですね、この選手が先日、ベンゼマが過大評価されているっていう風に、発言しまして、ジダンがですね、見る目ないなみたいなことを言って、こう波紋渦巻いてる中で、ベンゼマ自身がコメントしています。彼らも僕と同じ経験をしてきたはずなのに、連帯していない。毎日僕のことを話し、新聞をもっと売ることばかり考えているのが、好きなごく少数の人間がいるんだよ。フランスでの僕のイメージはわからないけど、残念ながら変わることはないんじゃないかなというわけで、そして、できることならフランス代表にもちろん戻りたいっていう風にもコメントしていますね。このベンゼマのプレー、やっぱりですね、ハイライトとかだけ見る方には、決定的なシーン外したなみたいな、レアルいるのにあんなにいいパサーいるのにっていう風に思われるかもしれませんが、このベンゼマのですね、ボールがないところでの動き、よく言われるロナウドにスペースを作ったりですとか、それ以外にもサイドにね、流れていってドリブル突破も最近しますし、下がっていって他の選手と連携して、このね、パスコースを作ってあげて攻撃を組み立ててっていう、そういったですね、本当にチームを助ける動きをずっとしているんですね。なのでその辺でですね、やっぱプロが評価しないと、ベンゼマに関してはすごくかわいそうだなっていうふうに、そんな風に思います。で、このベンゼマのフランス代表復帰、このデシャン監督、今のフランス代表の監督が契約を2020年まで延長したということで、このデシャン監督はですね、ベンゼマの過去の、犯罪的な問題もありまして、呼びたがらないという話がありますね。プラス、フランス代表がですね、ベンゼマが復帰しなくても、アルゼンチンのメッシとは全然違う状況で、ムバッペがいて、グリーズマンがいて、ラカゼットいて、ジルーいて、みたいな、もう本当にですね、フォワードが飽和状態っていうか、もうスター揃いでみんな結果出してるんですね。なのでその辺で、時代が悪かったかなっていう風にも、そんな風にも思います。ただベンゼマはですね、本当素晴らしいストライカーだと思いますんで、ここで声を大にして言っておきたいですし、昨日ですね、チャンピオンズリーグのバルセロナ対オリンピアコス戦を見たんですね。この試合を見て、やっぱりですね、バルセロナは無得点に終わってしまったんですが、ルイス・スアレスが良くないなっていう風にすごく思うんですね。それは得点を決められなかったっていうことだけじゃなくてですね、後方でパスを回してる時にオリンピアコス 4-1-2-3 で非常に堅い守備をしているんですね。特に中にパスを通させないような守備をしていまして、その中でもメッシがうまいことね、降りてきてタイミングで受けたり、セルジロベルトが中に入っていって、その隙間でボールをね、ちゃんとセンターバックから呼び込んで叩いてみたいなことをやって、チャンスを一つでも決められることができたら、スコアレスのドローってことはなかったと思うんですが、そういった選手たちがマークされてる中で、後方からですね、スアレスにボール入るようなコースが空いてると、そこでスアレスが下がってくることによって、ダイレクトでパスをはたいて、周りの選手が前を向いて受けられる状況だったりですとか、あと、メッシだったりブスケツ、この辺の選手がパスを出せるときにスアレス動かないんですね。この、自分にパスを出す選手を決めてしまっているような、そんな動き出し方なんです。そう考えると、今のスアレスってですね、コンディション悪い、膝がね、ちょっと怪我しててっていうのもありますんで、そういうのはわかるんですけれども、ただやっぱこういったですね、ベンゼマみたいに常にですね、チームを助けてるプレイヤーと比べると、すごくですね、省エネになってて、それで得点を決めていたらいいのですが、バルセロナも勝てていないので、その辺は問題だと思います。なのでそういったね、試合を通してストライカーがどういう風にですね、チームを助けているかみたいなことも見ると面白いと思います。というわけで行きましょう。第2位。ヨーロッパリーグなんてクソだ、アトレティコキャプテンが本音をポロリというわけで、はい、ガビですね。アトレティコマドリード、先日っていうか今日ですけど、日付的には、アゼルバイジャンのクラブのですね、カラバフ、ここと戦って、1対1のドローでですね、決勝トーナメント進出が絶望的となってしまいました。それでですね、今となってはヨーロッパリーグなんてクソだみたいな。言ってしまいまして、その後にね、これまでに僕たちに多くのものを与えてくれたかって付け加えて取り繕ったんですけども問題になるんじゃないかと。そしてですね、まあこういった結果が続くんならジエゴ・コスタが到着するのも無意味だって言ってまして、これですね、まあガビ、まあ言ってもいいぐらいいいパフォーマンスしてたなっていうふうに思いますね。まあ年齢によってですね、コンディションいい時悪い時あるんですが、この試合のガビのですね、まあコースを切りながら前線にプレッシングをかけてボールを奪ったりですとか、あとですね、まあ今のアトレティコ・マドリード、ガビ以外に後方からですね一発で、まあ、裏に出ていく選手だったりサイドのフリーの選手にいいパスを通すみたいな選手がいないんですね。同点ゴールを取った、トーマスっていう選手がいるんですけれども、この選手ですね、視野が狭いのかロングボールが苦手なのか、まあチャンスになりそうなところにボールを出せない、またですね、パスコースを塞げないみたいな、そういったことがありまして、そのガビと、このパートナーを組んだトーマス、非常にねフィジカル的には優れている選手なんですけれども、あの感じの選手なんですね。なんでそういったところでガビにかかる負担はすごく多かったですし、相手が引いた状況だと非常にですねアトレティコ、攻撃苦しくなってくると、また、グリーズマンの、まあ、コンディションが良くなくて、まあ、シュートね、今までだったら決めているシュート外してしまったりですとか、あと下がってくる機会も多い。これはですね、やっぱりガビ以外の選手が前に効果的なボールを送れないっていうところで、まあ、下がってきてしまう部分もあると思いますが、守備面でもですね切り替えの遅さとか、まあ、これはチーム全体に言えるところなんですけれども、そういったですね本来のアトレティコの強みであるところが弱まっている上にですね、先制点を取られたりとかした状況で相手に引かれてしまいますと、まあね、ガメイロだったりとかコレアとか、スペースがね必要な選手だったり、こうサイドから仕掛けるようなそういった選手が今多い状況なので、どうしてもですねこじ開けるっていう力、すごくアトレティコ弱くなっているんですよ。なのでこういった状況でシメオネがですねどういう風に改善をしていくのか、コケだったりカラスコがいなかったことは大きいかもしれませんが、それ以上にですねチームの構造としてちょっとした欠陥がこう積み重なってチーム状況悪くなってるみたいな感じなので、ガビ以外にもボールを出せる選手を抜擢するのか、そういった構造を作るのか、その辺でですねアトレティコ・マドリードっていうチームにねちょっとしたモデルチェンジが必要になってくると思います。というわけでいきましょう。第1位、代表漏れした本田、香川、岡崎、このままロシアワールドカップ本番でも外されるのかというわけで、このですね、まあワールドカップのための強化試合でブラジルとベルギーと戦える時にこういった主力をですね呼ばないのはどうなんだとね、タイミング違うんじゃないのかっていう風にまあ言われていますが、この決断に関しては僕正しいと思います。それなんでかと言いますと、まあ前にちょっと言ったように、まあ香川真司がこういった状況でモチベーション上がらないと、まあね、ハイチと戦ってとかそういったね相手を隠したと見ているのか、もしくは前言ったようにですね、日本サッカー協会にですねこうチケット売れてないから告知してくれみたいなことを選手みんな言われててみたいな、そういったねモチベーション下がる状況はいろいろあるんですけれども、ただそれでもですね、まあ中心選手ですから、そういった選手がその発言をするとチーム全体にまあ流れがねそういった空気が広がるっていう感じがありますし、また本田圭佑に関してはですね、やっぱりミランでのプレーとか見ていますとすごく守備頑張りながら攻撃に出ていく選手なんですが、日本代表に呼ばれた時のですねそういった守備的なインテンシティの低さはすごく気になりますよね。特に右サイドに置かれた時に、まあミランだったらもっと戻ってないとかもっと守備してないみたいなところをちょっと王様に移るようなプレーがあります。そういったですね空気感、やっぱりチームの中心呼んだら絶対その人たちの空気になりますので、そういったところでブラジルだったりベルギーと戦う時でも、本気のね、戦い方を今まで見せていないやつ、全力を出せていないやつっていうのは呼ばないんだっていうハリルのメッセージだと思うんですね。そういった扱いを主力にすることによって、ザックジャパンの頃にあったこうファミリー感、それによって連携は高まりますが選手たちの緊張感は緩むみたいなことが、このね特別なやつはいないっていうことを他の選手に示す、また、外すことによってこのままじゃダメだっていう風に本当にね、代表に必要な選手たち、まあ、香川はドルトムントですし、本田はメキシコで今活躍してますからね、この戦う気持ちっていうところで本当にね1対1の勝率が、高いチームっていうのは本当に勝ちますから、そういったところで気持ちっていうところで、まあ、一番上手い人たちにですねこう闘争本能を植え付けようとしてるんだなという風に思います。まあ、それでも代わりに選んだ選手たちがベストかって言ったら僕はそうは思いませんが、だとしてもですね主力に今この時期にこういったことをすることによってですね、日本全体のサッカー選手の、まあ、気持ち、メンタリティのですね底上げって言いますか、強化、そこのね意識改革に取り組んでるのかなというふうに思います。で、岡崎に関してはですね、このレスターで今ベンチにさせられたことを、まあ、インタビューで、中央にクオリティの高い選手を置きたがってるっていう監督の判断かなというふうに、まあ、分析していまして、先日ツイッターでも答えたんですけれども、やっぱりですねワントップの選手、両ウイングの選手にフォワード的なキャラクターを求めるハリルホジッチなんで、中の選手はそれを使う側の選手ですね、そういった選手を置きたいので今まで香川川だったり清武だったりとか、こういった選手が置かれていたと思うんです。そうなると岡崎はですね、今レスターで置かれている状況もちょっとハリルジャパンと似ていると思いますので、確かに厳しくなっていますが、僕いつも言うように岡崎の守備っていうのは本当にチームを助けて結果的には勝ち点につながっていますので、今こそ岡崎がレスターでまた必要な選手だっていうのを示すことができれば、ハリルジャパンに本当にねまた戻ってきて、なんなら主力になると思いますので、その辺でですね、主力の今回ね外された人には本当に頑張ってほしいなというふうに思います。こんな感じでレオザフットボールでした。明日もお楽しみ。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。そしてコメント、チャンネル登録よろしくお願いします。他にも、レオザ2FSの音楽とか、レオザゲーム TV のゲーム実況、こちらも気になるよという方は、下のもっと見るから、ぜひ